田新造です。はい、新造チャンネル、今日のテーマですが、下痢に行ってみたいと思います。はい、世界では下痢になる人毎年17億人です。はい、すごいですね。そして、この下痢ですね、これで5歳以下の子供が76万人ぐらい、亡くなってると言いますが、これ書き方が間違ってまして、下痢病という病気はありませんね。下痢というのは症状ですから、感染症で亡くなっているということですね。その関連の症状として下痢ということですね。それはまあ書き方がおかしいですよね。そういうことだということです。そして下痢というのはどういうものか、もう下痢をしたことはない人はいないでしょうが、まあ軟便状になるという、泥状便、泥状便ですね、になる、水溶性の便になるということですね。緩くなるということです。はい、では今日のテーマいってみましょう。下痢という病気はありませんよ。下痢という症状です。ではいってみましょう。説明の続きですが、まあ、下痢はどういうものかということですが、消化吸収機能の低下とか、毒物によるものとか、薬物ですね、薬ですね、医薬品によるものなどがあると。それから感染症ですね、ウイルスとか細菌とか寄生虫など、そういうものでも起こるということですね。それから内分泌疾患とか、そういうものでも起こるという。それから急性、2週間以内の急性のもの、大体ウイルス性であると。それから2週間以上のものを慢性の下痢ということですね。そして副次的に起こる症状としては、吐き気とかですね、吐き気、嘔吐、それから、まあ、体力の低下とか、食欲減退とか、疲労感とかですね、そういうものが起こると。そして一番多いのがこの脱水症状というやつが起こります。当然水出ていくわけですから、脱水症状は起こるということですね。はい、次行ってみましょう。原因をここにずらずらずらっと上げておきますと、まず吸収不良ですね、乳糖不耐症とかいうやつですね。牛乳を飲むと乳糖を分解する酵素がないためにゴロゴロゴロっとお腹壊すってやつですね。クリープとかにも乳糖って入ってますから、裏見るとよくわかるんですが、これも濃く入れたりするとやっぱりゴロゴロっと壊す方もいらっしゃいますと。それから、内分泌異常とか、それから消化管の機能の低下とかですね、こういうものでも起こると。それから消化管の器質的異常ですね、穴が開いたりとか、線香とか、こういうものでも起こると。それから潰瘍性大腸炎とか、クローン病とか、こういう炎症性疾患、こういうものでも起こる。それから悪性腫瘍ですね、がんですね、こういうものでも起こります。それから薬剤、毒物、医薬品ですね、こういうもので、起こるということですね。それからストレスですね、過敏性腸症候群とかもストレスだけでも起こります。それから食べ過ぎとか過食ですね、それから飲み過ぎとか、それから冷熱刺激ですね、寒かったり暑かったり、とか、そういうものでも起こるということですね。まあ大体こういうものということですね。はい、次行ってみましょう。続きますが、まあ、さっきと似たようなものなので全部は言いません。読みたい方は読まれるといいと思いますが、さっき載ってなかった詳しいところとしてはですね、ウイルス性のもの、細菌性のものとかありますが、ウイルス性のものでは、成人ではノロウイルスが多いと。ノロは有名ですが、ノロウイルスが多いと、圧倒的に多いと。それから5歳以下では、ロタウイルスが圧倒的に多いと。他にはアデノウイルスとかアストロウイルスとかが多いということですね。それから赤痢、コレラ、病原性大腸菌とか、クリプトスポリジウムですね、言いにくいですが、原虫ですね、病原性の原虫ですね、まあ、日本はあまり関係ないと思いますが、こういうものということですね。であと特徴的なのは、ここでは肥満治療薬ですね、オルリスタット、こういうものがあると。それから、さっき載ってなかったのは、甲状腺機能亢進症ですね、こういうものでも、が原因で、なることがあるということですね。はい、では次行ってみましょう。
あるもの引き続きここにずらずらずらっとありますが、ダブっているものもかなりあるので、ダブってないやつだけバババッと言いますと、サルモネラ菌ですね、こういうものとか、カンピロバクターとか、クロストリジウムディフィシルとか、こういうものですね。それからアメーバセキリですね。さっきもセキリ出ましたけど、セキリ細菌性のものとかアメーバ性のものがありますから、このアメーバ性っていうのは寄生虫ですね。のそっちの方に入るということですね。それからさっき出てなかったやつとしては、虚血性の大腸炎とか、こういうものということですね。あとはまあダブってますね。こういうものが下痢を起こす原因になる病気ということです。はい、次行きましょう。下痢ですね。これを起こすいろんなウイルスや細菌がありますが、まあ、ざっと言っておきましょうということですね。まず腸炎ビブリオですね。これは生の魚介を食べた場合に起こると。まあ、大体4時間から4日ぐらいを経て激しい腹痛や下痢ということですね。次がサルモネラですね。まあこれは生卵とか生肉が有名ですね。特に卵が有名ですが、これは大体半日から2日ぐらいを経て、また激しい腹痛や下痢ということになるということですね。その次が、黄色ブドウ球菌ですね。これは人間の手の傷とかから食べ物に移って、大体これが1時間から6時間、まあ短いですね、時間的に短いですが、これぐらいを経て、これも激しい腹痛や下痢を起こすということですね。それから下の段に行きますが、出血性大腸菌 O157 というある有名なやつですね。これは生の肉とか生野菜の場合があるということですね。これを食べて起こるということですね。これも半日から3日ぐらいを経て激しい腹痛や下痢ということですね。それから次、有名なノロウイルスですね。ここからはウイルスですね。このノロウイルス、二枚貝です。二枚貝を食べた場合になります。まあ、有名ですね。これが大体、1ないし2日ぐらいを経て、これも激しい腹痛や下痢ということですね。最後、ノロウイルスと違うやつですね。ロタウイルスですね。これもウイルスですね。ロタウイルスも、これはウイルスに汚染された食品、もしくは感染者の便とか、こういうものに接触した場合に、起こるということですね。潜伏期間は、まあ、大体、1なし、2ないし4日ですね、ぐらいを経て、これは激しい腹痛、嘔吐ですね。吐くやつもありますね。嘔吐、そしてから下痢ということですね。まあ、大体こんな感じになってます。はい、次行ってみましょう。では、下痢の時にどういうふうに対応するかということですが、普通一般的に、下痢の時っていうのは感染症とか、食中毒とかそういうもので、下痢になった時にですね、下痢止めを使うとどういうふうになるかというと、まず水分どんどん下痢ですから失われていきますから、当然水分は補給しなければいけないと。水分だけじゃなくてミネラルも失われるわけですから、ナトリウムとか入ったスポーツ飲料とかそういうものでもいいんですが、そういうものを補給するというのが一般的ということですね。水分だけは絶対補給しなければならないと。そしてこういうふうにウイルスや細菌が体に入って、体の防衛反応で外に出そうとしてるときに、下痢って出そうとしてるわけですよ。下痢になるっていうのはウイルスとか細菌とかを排泄しようとしてるわけですよ。それを下痢止めで止めるということはどういうことかということを考えなきゃいけないということです。止める必要はないということです。そういう場合は全然止める必要はないと。止めると逆に悪化してしまうということですね。はい、次行きましょう。止め、それそのものはどういうものかということですが、さっきも言いましたが、試射薬ですね。下痢止めっていうのは、急性の下痢ですね。急性の下痢では毒素を排出しているので、むやみに使うものではないということですね。そして、こういうもの、感染症とかになったときに、まあ、正しい治療というのは、まあ、水分の補給をする輸液、それから抗生物質ですね、抗菌薬。こういうものは、まあ、正しい。抗生物質の治療というのは正しい治療ということですね。下剤の治療が正しいわけじゃないということですね。
そして、この下剤ですね、試写薬、一体どういうものなのかというのが、この下に3つ載ってますが、まあ、どういう働きをしているか。1つは、運動の抑制をしていると。腸の運動の抑制ですね、これが1つ。まあ、薬の名前も載ってますから、見られたい方は見たらいいと思いますが、それか2つ目が、腸の粘膜のタンパク質に結合して、分泌や刺激を抑制するということですね。これは2つ目と。で、3つ目ですが、それそのものなんですが、吸着すると。毒素とか、それから腸管のガスとかを吸着するということですね。これが3つ目。4つ目は乳酸菌。要するに善玉菌ですよ。菌をそのまま取ると。善玉菌を取る。乳酸菌を取ると。これ、こういう 4つの、まあ、構成になっているのが下剤ということですね。はい、次行ってみましょう。はい、では最後ですが、この医薬添付文書ですね。試写薬、下痢止めの医薬添付文書をそのまま切って載せておきます。どういうふうに書かれているか、まあ、興味のある方は見られたらいいですが、まあ、いろんな副作用とか、まあ、書いてありますが、まあ、重要なとこだけ言っときますが、発熱のある下痢のある人とか、急性の下痢ですね、腹痛を伴うものとか、血便が出るものとか、こういうものが続く人とかは、この下剤を使う前に、試写薬を使う前に医者とかに相談してくれと。何の薬なんでしょうね。まあ、使う前に相談してくださいと。まあまあ、それはいいとして。その次ですね。この薬を使って無理に、下痢を止めると病気が悪化することがありますよと。こういうふうに書かれています。真ん中あたりに書かれてますね。はい。添付文書にもそういうふうに書かれているということですね。下剤というのはそういうものだと。下剤じゃないですね。下痢止めですね。下痢止めの方ですね。すいません。下痢止めの方ですが、試写薬というのはそういうふうに書かれているということです。はい。今日は、下痢止めですね。下痢について、考えていました。ありがとうございました。